復興への羅針盤です。今週は神山アナウンサーの仮設住宅は今です。シリーズ50回目は中心市街地の再生が始まったふるさと陸前高田市で生きる女性です。10メートルかさ上げした造成地に先月27日にオープンしたアバッセ高田。21店舗からなる複合商業施設内のスーパーマーケットで働いている菊池真理子さんです。高田の町が新しいスタートを切ったわけですから、なんか嬉しいですね。嬉しく働いてます。菊池さんは高田町にあった自宅を津波で失いました。当時家にいた70代の母親と20代の次女は避難して無事でしたが、市内や大船渡に住むおばやいとこ合わせて4人が命を落としました。建設業の夫は埼玉県に単身赴任、長女や長男はすでに独立して県外で暮らしています。自宅跡に案内していただきました。陸前高田で生まれ育って60年、思い出は全て流されました。こうだったっていうところが、前こうだったっていう光景がないじゃないですか、全て、それがやっぱね寂しいですね。ああここがうちだったなって、まだ分かる時は来てましたけど、もうこんなね、さまざま工事用の土とかが持ってあると分からなくなりますよね。自分の家がどこにあったのか。土持ってありますね。はい。場所分かりませんね、もう。菊池さんは仮設が撤去される今年度中に震災前と同じ高田町内で自宅を再建する予定です。ひかみさんが前の家からも毎朝見えてたので、はい、なんか安心しますね、やはり。しかし再建を予定する場所はわずかに不安があります。震災の津波は坂のすぐ下まで来たからです。できればもっともっと高いところが安心なんですね。はい。けどここにしたのはどうしてですか。やはりね、早く建てなきゃいけないと、土地をあちこち探してる、ね、時間がないって言いますかね。仮設住宅では次女と4歳の孫娘の3人で暮らしています。最大94世帯がいた仮設団地は6年経った今10世帯を残すのみです。菊池さんは仮設住宅で暮らす人にしかわからない気持ちをこう語ります。すべて財産もすべて失ったわけで、またね、身内の人も亡くなってるし、その気持ちっていうのはやはりわからないですよね、被災者じゃないと。仮設住宅で暮らす人たちはみんな同じそういうふうな大変な目に遭った人たちなので、今まで一生懸命やっぱりね、助け合って生活してこれたんだと思います。菊池さんは自宅を再建してもそれで終わりじゃないと言います。これから新しい高田の町がどうなっていくか、それやっぱりね、見たいなと思いますね。高田松原をまた本当に復活して、松林を復活させて、自然に恵まれたような町ですかね。菊池さんは再生していくふるさとを見つめながら、これからも地域の人々と共に暮らしていきます。